友人ともつ鍋。韓国から帰ってきた。어떻게 알아? 고가사를 하시기 지사 이게 요거 해보자기야 뭐야 아이들 스페이스 해봤네 이렇게 요거 해보자기야 모츠나베を作ってる間に友人に洗濯物を干してもらっています見返してみたって適当にそこ干しとって、うん、カモさん可愛かったおろし生ニンニク豆乳この辺がいいかな後で混ぜる適当に干しをやろうそれあれいやいいよ結構俺得意よ本当もつ鍋つゆもう一度火にかけます今日は友人ともつ鍋明日から2連休どっか観光行こうかね銀河高原のビールあこうした角ハイボール。これ綺麗かな。洗った。乾杯。明日どうする？どうかシュノーケリングがなんか行く？サーフィンですね。サーフィン波がないね。波がない。波があったらいいんだよ。まだあれボードに立てる？立ってると思うよ。ミッド打ちしたいね。ミッド打ちもそう思うんだよ。ちょっと味が薄いね。いただきます。いや、俺も好きだけど、なんか失敗したの？なんかちょっと失敗した。味が薄いかな。いつも味噌入れるの。今日なんか市販のさ、タレを入れたけど、なんか味が違う。いつも僕に作るの。もう味噌入れて、ちょっと、醤油入れるかな。味噌とニンニク入れてもそれだけ。具材はもういつも使わない。キャベツとホルモンとニラ。何年ぶりにこういうことやろ。昔行った人が21ぐらい、10年ぶりぐらいやね。ああ、もう10何年ぶりやね。12年ぶりぐらい。26とか26ぐらいの人が昔。25の人でね。そう。10年ぶりです。13年ぶりかな。あ、12年ぶりです。もつ鍋。なんか、どうした？これだ。なんだ。ここで、私 DK の友人の、TB さんです。TB です。TB です。テレビの TB ではありません。TB ね。TV じゃないよ。TB さんです。2週間前、韓国から帰ってきて、福岡空港ね、博多で2週間隔離された上で、今日隔離解除して、私の家に来てます。もつ鍋がとっても。同じ、看護師の仲間です。で、格闘技の仲間でもあります。このもつ鍋がね、